2024年7月11日。バーチャル徳島県、鳴門市。バーチャルeGamer、なんやかんやで、徳島には何度も来ているわけですが。そういえば、見たことありません。ぐるぐるを。やっぱねー、遠くから徳島に来ているんだから、ぐるぐるは、一回見ておかないことにゃー。また来て帰るたびに、ぐるぐる見なかったな。って思うだろうし。一度見ておかないと。今の多い、なんだろう。何らかの落下防止対策でしょうか。上に何かある風では、なかったけど、鳴門海峡の渦潮。それは現在、大鳴門橋の車道の下に設けられた、遊歩道から。しげしげ観察できると、そういう雰囲気らしいです。つまり、渦潮と一緒に。大鳴門橋の、下部構造もガン見できる。完全にお得ですね。ということで、海峡の近くまでやってきました。徳島県道11号、鳴門公園線。すでに大鳴門橋が、見えているね。おーってけー。来るときに通ったけど、やっぱり迫力ありますね。遠くから眺めても、場所としては、ちょっと偏僻なんですが、一帯は当然、アルティメット観光地であり。さらには大鳴門橋を擁する、この高くそびえる神戸淡路鳴門自動車道からの、アクセスも良いので。土平日でも、なかなかに活気を感じます。いい場所だねー。ということで、高速道路の効果を見上げつつ、ずんずん登っていきますと。駐車場見えてきまして。オアットンネル。ここが一番近い駐車場かな。平日の15時というのに、かなり埋まっています。恐るべし、メジャー観光地、撮影時間は前後しますが、差し当たり、先ほどのトンネルです。その名を鳴門山トンネル。10時16時で軽車両以外の車両進入禁止規制。高さ 3.4 メートル以上の大型等禁止規制。車両進入禁止が、二重に掲示されていますね。内部は、やや継ぎはぎの目立つコンクリトンネル。歩道が広め。車道の狭いのは、一方通行みたいです。道内の名板。石材なのがオシャレ。補修工事が、2019年2月竣工だそうです。なお、平成16年度道路施設現況調査によると、本トンネルの建設年次は、1977年。大鳴門橋は、ウィキペディア曰く、着工が76年、開通が85年だそうなので、橋が着工した、翌年の建設ですね。開発の盛り上がりを感じます。でもってと。ぐるぐる。本日、干潮の見頃は15時半。完璧な時間調整により、現在時刻も15時半。完璧な時間に、思いつきました。鳴門見物を、立っとるなぁ、白波が日本の道100選も、一個ゲット。コンプリートは、難しそうですね。良いアングル。渦の道です。路面を支えるトラスの、内側に通された歩道を、進んでいきます。でかい空洞が空いている、トラス内部。ここに鉄道を通す計画も、あったとかで。陸地側には、こんなものもあります。すごい。で、渦潮が観察できる渦の道は、そんな鉄道のため作った塔ぼしき、橋台内部のスペースに、券売所なんかを設置して、そこから歩道が伸びているようです。大人510円。券売所から歩道に出たところの、この、秘密基地感がねー。地球防衛軍だ。いいよね、大鳴門橋は吊り橋構造。その主塔を支える、土台の有志も、できちゃうんだな、観察、これが、渦を巻いて。巻いてる？巻いているかもしれない。うん？ぐるぐるしている。微妙に時間がずれたのか。ぐるぐるは、ややおぼろげな感じもありますが。この、波の感じがねえ。プラズマみたいで、なんか、ずっと見ていられるねえ。海流によって、引き起こされている光景なのに。
なんだか、電子的な風合いの、美しさがあるね。はぁ、見た見た。よかった、という感じで券売所に引き返す途中、ぼーっと陸地側を眺めていると。なんか、作業用っぽい道路と、トンネルが。大鳴門橋の、保守点検用。古くは、架橋工事にも使われたトンネルとかなのかな。わかんないけど、地図を見る限り、県道と繋がっていそうな雰囲気があります。山側に注意してみましょう。どこだどこだ。これだ。往路では、全く気づかなかった。脇見をそれほどしていないので。味のあるハイバスの隣に、ちょっと停車しまして、工事用車両入退場口、駐車禁止のコーン。そういう名目で使われている、道とトンネル。コーンの設置はこういう感じなので、トンネルの前には、駐車砂ってことかな。トンネルです。カーナビにもきちんと記載のある、このトンネル。入り口は、ピシャリと封鎖されています。位置関係からして、先ほど渦の道から見えたトンネルの反対側後方が、これでしょう。変額なし。飾りっ気のないコンクリトンネルです。業務用というオーラが、強く感じられる。内部まで、まるっとコンクリート巻き立てかな。装飾はあっさりでも、構造はどっしりそうです。鉄格子は当然、南京錠による施錠済み。手前にある、命釘みたいな配置の柵には、本州四国連絡高速道路株式会社による関係者以外立ち入り禁止の文言。ここまでですね、やっぱり。超大規模建造物の周辺ってのは、込み入った道の事情があって、楽しいですね。あえ？バーチャルeゲーマーの薄井が、道、観光情報を、お届けしました。バーチャルバス。